こんばんは。日向坂46高本彩香ファースト写真集発売記念スペシャル。こんばんは皆さん。始まりましたかね。こんばんは皆さん。久しぶりのショールームです。発売記念ショールームです。よろしくお願いします。あ、すごい。皆さんこんばんは。今日はですね、私日向坂46の高本彩香ファースト写真集が6月18日に発売されることを記念して配信することになりました。写真集のお話をいろいろしていけたらと思っているので、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、ハッシュタグを決めました。今回番組の感想だったりとかをぜひつぶやいてほしいなということで、ハッシュタグを決めました。目指せトレンド入りです。では発表します。じゃん、あやちりとタヒチ旅行。はい、この私の写真集はタヒチに撮りに行っていて、この写真集が一緒に旅行に行ってるような感覚になれる写真集になっていると思ったので、こんな感じでハッシュタグを考えてみましたので、ぜひ皆さんSNS で投稿してくださいね。目指せトレンド入り。これはここに置けばいいんですかね。違いますか。違う人。違いましたね。これは違うっぽいから、一旦でもここに置いておきますね。はい。そしてこのショールームをご覧の皆様のためにプレゼントを用意しました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこちらのじゃん、 B3 ポスターに私のサインとメッセージをプリントしてプレゼントします。これが今回のショールーム配信限定で、ゲットすることができるポスターとなっております。どうですか皆さん、これ初めて見た時どう思いましたか。このね、撮影の裏話をお話ししたいんですけども、これはタヒチについて、タヒチ島からまずモーレア島に移動したんですね、私たちご一行は。モーレア島に移動しまして、すっごい揺れる船の乗って揺られながらモーレア島という島に移動して、準備して初めて撮ったワンカット目っていうんですかね、一着目、ワンポーズ目っていう写真なんですね。だからちょっとまだ恥ずかしさだったりそんなところが残ってるような写真の撮り始めの感じの表情です。でもすごく、海辺で撮ってて、夕日、日落ち、すごい綺麗な時間帯で撮っているので、はい、楽しかった思い出です。1日目、これから撮影頑張るぞという気持ちで撮りました。この衣装がこのホルターネックになってるんですよ。ちょっと分かんないんですけど、この背中がパーンと開いてて、私ホルターネックが本当に好きで、だから一発目にホルターネックが着れて嬉しかったです。ホルターネックの衣装はまだあるかもしれないので、お楽しみにしててくださいね。はい、この絵柄の特典は今回だけになります。皆さんぜひお早めにご予約ください。カートボタンを押してショップルームです。ぜひお願いします。で、多分ここにポスター飾るってことだったんですね。はい、そういうことです。じゃーん。はい、そうですね。では写真集についてトークしていきたいと思います。写真集の見どころだったりをお話ししますね。まずは改めてファースト写真集を出させていただくことになり、本当にありがとうございます。嬉しい気持ちがいっぱいで、ずっとこの日を待っていたというか、写真集が作れるとなってから、動き始めてから長い期間が経ちましたけども、こうやって今ショールームでなんかこう特典とかお話ししてるのがもうすごい本当夢みたいで、本当に嬉しくて、
幸せいっぱいです。発売まであと54日だそうです意外と先のようなすぐのような54って数字はなんだかちょっと不思議な気持ちになりますねすごくタヒチがいい国でした。皆さんぜひタヒチに行ってみてほしいなって思うんですけど、はい、あとは意気込み今回写真集のためにいっぱい頑張ったのでぜひ手に入れて、あ、頑張ったのかなって思いながら見てほしいなってところが見どころだったりします。はいちょっとコメントを読んでみましょう。こんばんは泣きそうですね。もう結構何度も泣きそうになりました。タヒチでもね、あの涙は出てきました今回の写真集では私の愛犬チェリちゃんも登場するんですよ。これが本当にすごいことだと思っていて、絶対に写真集をやるってなった時にチェリちゃんとの写真を入れたかったんですね。でその夢を叶えてくださって本当に感謝でいっぱいです。もうチェリの写真が可愛すぎて多分みんなデレデレになっちゃうんだろうなっていうぐらい可愛い写真があるので楽しみにしててほしいですねタヒチには連れてってなくて本当にチェリが可愛かったです。すごい私もチェリとの撮ってる表情がすごいだいぶデレデレしてるのでお楽しみにしていてくださいチェリポスターはないんですか？どうでしょうね。あったらいいですねチェリの水着はありますかチェリの水着ですか、まあ、チェリちゃんそうですね、服着てないみたいなもんなんですけど水着も着てるかもしれないですね。タヒチ暑かった？タヒチはすごく暑かったです。はい、先行カットも解説していきたいと思います。皆さんこちらあやつりとタヒチ旅行ぜひつぶやいてくださいねつぶやいてくださいね、目指せトレンド入りじゃあ続いてこんなことをやります先行カット解説。もう何枚か先行カットが解禁されましたけど皆さんもうチェックしてますよね。まずはその先行カットのお話をしていきたいと思います。じゃあまずはどうしよう、何から話そう、どれがいいかなヘラヘラするなって言われちゃいました、ごめんなさい、気をつけます、どうしようかな。じゃあこうランダムでランダムで選びたいと思いますね。じゃあこれで、あ、こちら黄色いワンピースの先行カットですね。結構この写真もお気に入りです。この撮影した時がすごく暑くて、結構一番暑かった思い出ですね、この時が。はい、ちょっと髪の毛がふわふわしてて遊んでる感じがありますよね。太陽光でなんかこうなんだろう、空気が含まれてる感じでエアリーな感じが出てるのが結構お気に入りですね。こういうのってやっぱ普段アイドルだとぴっちり決め込んでるので、こういう姿ってなかなかね見ることができないので、それが写真集のいいところだなって思ったりしてますこの黄色いワンピース、なんとここが開いてるんですよ。見てください、気づきましたか、ここが開いてることに。履いちゃってて本当に可愛いですよね、可愛いお洋服です。本当に、では続いて先行カットはこちら、パイナップル畑で撮った写真なんですけど、まあ、でもこのこれだけだとパイナップル畑感はちょっとあまりないかなって感じなんですけどでもパイナップル畑で撮りまして、もうこの日がもう
何着着たんだろうっていうぐらいお洋服をたくさん着た日で、その中でパイナップル畑に行った一枚なんですけども、パイナップルがいっぱいありました。パイナップル畑に行ったのが生まれて初めてだったので、パイナップルってこうやってなってるんだって結構思いました。なんかあんな地面にこう生えてる感じだっていうのはあんまり知らなかったので、なんかちょっと結構びっくりしました。でもパイナップルの葉っぱが本当畑なのですごい1メートルぐらいあったんですよ。この葉っぱがもうこんな、それが足に結構ツンツンされましたね。そんな思い出があります。はい。パイナップル畑行ったことないですよね皆さん。日本にパイナップル畑ってあるんですかね、教えてください。でもタヒチのフルーツは本当に美味しくて、あのカヌーブレックファーストで食べたフルーツが本当に美味しかったんですよ。忘れられないんですよね。沖縄にあるんですかパイナップル。あ、そっか、沖縄にあるか、沖縄にありました。沖縄にパイナップル畑がありましたね。失礼いたしました。パイナップル畑のお写真です。この写真は結構お気に入りですね。これもスカートがふわんってなってるのがかわいい。皆さんはこの写真のどんなところが好きですか？知りたい。私は全部知りたい。あ全部です。笑顔。あ、確かに笑顔、めっちゃ笑顔です。お姫様みたい。本当に嬉しい。赤ドレスが好き。そうなんですね、赤好きなんですね。あやの笑顔だろ、ありがとう。プリンセスだもんね。そうなんです。振り向きの笑顔、こんばんは。嬉しい。これプリンセスっていうコメントが多かったですね。では続いて最後の1枚、こちらです。じゃん。これはタヒチって書いてあるパレオを着た写真ですね。この写真撮影でタヒチでの撮影が最後だったんですよ。最終日のもう夕方ぐらいのお時間で、この撮影が最後ですってなって、ここの海で日が落ちるのを待ってたんですけど、すごいなかなか日が落ちなくて、この海に1時間ぐらいいた記憶があるんですけど、なんかここの海結構現地の方とかがたくさんいて、みんながすごい海水浴とかバレエとかサッカーとか楽しんでたりとか、犬もすごいたくさんいて、なんか賑やかで楽しかった思い出があります。だからこれも日が落ちなくてタヒチって書いてる時だったと思います。なんか写真集発売とかいろいろ書いてたんですけど、なんか砂浜に書くのがなんだかうまく書けなくて、私は悔しかった思い出があります。なんかこう可愛く書くのがちょっと苦手なんですよね、じゃあ私の字面っていうんですか、癖があるから。タヒチの砂浜にタヒチと書く女ダメですか。このパレオは現地の方に巻いていただいて、結構難しくて、パレオの布がすっごい長くて、バスタオルなんかよりも全然長いんですね。でなんかこう何百通りも着方があるみたいな、そんな曲がんないよってなるじゃないですか。で戸惑ってたら現地の方がこうやってやんだよって、こうやってやってくれたんですよ。ここにねお花みたいのがあって可愛いんですよ、このパレオは。ぜひオフショットとかもたくさん上がってるのでぜひ見てくださいね。あ、公式アカウントをご紹介しますね。公式インスタグラムと公式 X があるんですけども、公式 X はアットマークあやちりブックです。公式インスタグラムはあやちりアンダーバーファーストです。ちょっと違うんですけども、ぜひね2つとも本当にたくさん毎日動画だったり写真が上がるのでチェックしてください。はい、皆さんはどのカットがお気に入りですか？気になるんですけど、投票とかできるのかな？投票していいんですか？このじゃあこの3個投票したいです。はい、投票、1番がこれ、2番がこれ、
3番がこれ、はい、皆さんが何が好きなのか気になるのでぜひ投票お願いします。あ、投票が始まりました。 1,2,3 ですよね。 1,2,3 1,2,3 全部大好きだから選べない。ありがとう、嬉しい。ん？え、逆になった？ 1,2,3 ですよね。あ、違う、 1,2,3 です。1,2,3 か、失礼しました。 1,2,3 現在投票中ですね。皆さんぜひ投票して、あ、お、これは何が多いんですかね。圧倒的1番カウントダウン、5,4,3,2,1 はい、終了です。おしまいです。あ、すごい、なんか全部同じぐらいだけど、1,2,3 これが一番多いんだ、すごい。3,2,1 でしたね。1,2,3 で 3,2,1 ってことですね。これがダントツってことですね。あ、やっぱよりだからってこと。これが1番、3番が第1位で、2番が2位で、1番が3位でした。まあでも皆さん結構本当平等に入ってるのは全部好きってことなんですね。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。無線コーカットね、本当にぜひたくさん楽しみにしててください。この先行カットが写真集の中で出会うのをお楽しみにしていてください。はい、皆さんこちらのポスターも手に入れましたか。カートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてサイトとコメントをプリントした B さんポスターがプレゼントされます。私の直筆のコメントがついくんですけど、ちょっと結構お日様というか私のファンの皆さんのことを考えてなんか書いちゃったんですよね。だから手に入れてほしいなって思ってます。もうずっと私はファンの人のことを考えていたので、写真集を発売するっていうのを本当に早く言いたかったんですよね。絶対喜んでくれるだろうって思ってたので、やっぱりたくさん喜んでいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて何しようかな、質問コーナーをしたいと思います。皆さんぜひ質問読むので答えますので送ってください。一番大変だった撮影は何だろう。なんかでも大変って思うことがなかったんですよね。でもよく考えると大変だったんですけど、すごいずっと楽しかったんですよね。結構タヒチの撮影時間が限られてたんですよ。短い時間の中でこれだけの撮影ができるかみたいな感じだったんですね。なんか結構すごい、それでもなんか楽しかったですね。この量を絶対にやるぞっていう気持ちでしかなかったので、なんか全部楽しかったんですよ。こうスタッフさんとみんなでこういっぱい話したりとか、面白いことだったりとかがよく起こってたのですごい楽しかったなと思います。一番美味しかった食べ物がこの、あ、これこの、この初日にこのあとすぐご飯を食べたんですけど、ここで食べたご飯の時に食べたステーキと、なんだっけ、あれ何でしたっけ、チョコのケーキを、誕生日のお祝いでチョコのケーキをくださって、フォンダンショコラをくださったんですよ。
それが本当に美味しくて、あのさっきもスタッフさんとはあれ本当に美味しかったよねみたいな、奇跡みたいな美味しさだったよねっていう話で盛り上がってました。私チョコ大好きなんですよ、だから嬉しかったです。はい、あそこは本当にぜひ行ってほしいですね。なんか景色もすっごい綺麗なおしゃれなレストランだったんですよ。はい、タヒチの撮影の合間は何してたの？あの本当に撮影しかしてなくて撮影してるか、寝てるかだったんですよ。タヒチどんぐらい滞在したの？タヒチに滞在したのは3日間ぐらいです。この3日間で全部撮らなきゃいけなかったので、結構あの本当にすごいスケジュールではあったんですけど、でも全然楽しかったです。辛かったみたいな記憶が全くないですね。なんかずっと楽しかったです。やっぱ写真集本当にやりたかったので、なんか全部の気持ちが前向きだったので全然楽しかったです。タヒチのお天気どうだった？お天気が雨予報だったんですね。現地の方にも絶対来ない方がいいよみたいな、来ても何もできないよって言われるぐらいの雨予報、もうすごい雨予報だったんですけど全部晴れました。すごくないですか？私びっくりしたんですよね。私晴れ女じゃないんですけど別に。なんかタヒチでは天気がすごい味方してくれて晴れて、なんかやっぱこう気持ちが通じたのかなと思います。だってこの3日間の間に撮れなかったらやばいかったから、本当に天気も味方につけてすごい楽しい撮影でした。はい。日焼けしましたか？日焼け一瞬したんですけどすぐ戻りました。タヒチの海は入ったの？海入りました。タヒチの海本当にプールレベルで綺麗なんですよね。プールかなっていうぐらいの綺麗さなんですよ。あの本当写真集見てほしいんですけど、なんかこうプールとか水族館みたいな感じでした。楽しかったです。私結構海は入るの久しぶりだったので、しかも結構湘南とかの海に入ってた人間なので、タヒチの海は本当に感動しましたね。こんなに綺麗なんだってびっくりしました。シャンクスの感想は？シャンクスはまだ感想を聞けてないんですけど、どうなんですかね、シャンクスはどう思ってるんだろう。あ、シャンクスは私のお父さんなんですけど。どうですかね。ビーチでゲームした？ゲームはしたっけ。ゲームはしあ、なんかこう石を投げる、ボールを投げるゲームですよね。あのそのタヒチの現地の方々がみんなこう鉄のボールみたいなのをバンって投げるゲームをしていて、それに参加したんですよ。楽しかったです。結構上手にできたと思うんですけど、こう投げ方がこうでしたよね。こう投げるんですよ。こうやって投げちゃダメで、こうやって投げてなんかこの的みたいなところに当てるみたいな不思議なペタンク、多分ペタンクです。ペタンクっていうゲームです。はい。あ、おいで夏の境界線が流れていますね。私が大好きな曲でタヒチっぽいなと思って選曲してみたんですよ。はい。ペタンクです。ペタンクでした。撮影中のハプニングありましたか？ハプニングなんだろう、ありそうですよね絶対に。なんか動物との触れ合いとかもあったりしていて、その動物がちょっと怖かったなみたいな思い出もあります。動物、何の動物か当ててみてください。その動物もちゃんと入っていますので写真集に。なんかマリーちゃんがですね、私の写真集が撮影が決まった時、撮影に行くっていうスケジュールを見て連絡をくれて、なんかそのタヒチっていう場所を調べて本当にすごい場所だなって、だから帰ってきたら写真絶対見せてくださいねみたいなすごい嬉しい連絡をくれて、で私のこの先行カットとか
オフショットが上がって、それも私この肩めっちゃ好きなんですよみたいな、すごいマリーちゃんがずっと嬉しいことばっかり言ってくれるんですよ。なんか本当お世辞言わなくていいんだよっていうぐらいずっと嬉しいことを言ってくれて嬉しいですね。マリーちゃんは素敵な後輩です、大好きな後輩です。すごい写真集楽しみにしてくれてて、なんかマリーちゃんに持ってもらうのが私も楽しみですはい、ちょっとじゃあ公式アカウントを書いちゃったりします。公式公式アカウントですね。あ、やばい、すごい文字ちっちゃいなんでこんなちっちゃく書いちゃったんだろうまあいっかアカウントです。あ、これが公式アカウントですね。 X があやちぇりブック、 Instagram があやちぇりワーストですはい、結構今日は何チェリっていう動画が毎回上がるので、皆さん明日は何チェリかな、今日は何チェリが来るのかなと楽しみに待っていてほしいなって思います。先行カットだったりとかは全部このアカウントから上がりますので、これまだフォローしてない方はぜひフォローしてください。フォローできましたらこちらですね、あやちぇりとタヒチ旅行をぜひツイートしてくださいね。よろしくお願いします。はい、私髪の毛黒くしたんです。えい、急に急にね、今日のあやちぇりは髪の毛黒チェリーです。はいはい、そうなんですよ。どうですかちょっと明るい髪に飽きたので黒くしてみましたけども、私的にはなんか肌が白く見える気がしてとてもお気に入りです。あとね、ここにねレイヤーを入れました。レイヤーも入れたりしてて、なんかこう短い髪ですけども楽しんでおりますはい、そんなことはさておき、じゃあ皆さんに私からも質問をさせてください。え、トレンド入りしたいよって教えてくださりました、ありがとうございます嬉しい。え、あれですか、これですか。本当に嬉しいんですけど、これがトレンドに入ってるんですか。本当にめっちゃ面白いんですけどえ、めっちゃ嬉しい、嬉しい本当にめっちゃ面白くないですか、トレンドにあやちぇりとタヒチ旅行入ってるの。私結構ツボかもしれないですめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。これからもどんどんぜひツイート、ポストしてくださいねめっちゃ見たい、超見たい嬉しい、やった。では私からも皆さんに質問をしたいのですが、この写真集でどんな私を見たいですかという質問です。はい、皆さんはどんな私を見たいですか。もう、ね、もう撮ってるので、まあ見れるかどうかはわからないね、希望に添えるかどうかわからないんですけど、まあ、そういう系を聞きたいなっていうコーナーなので彼女感、あ、彼女感は絶対あると思います。いや、これなんか自分で言うのめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、でも結構彼女感は本当にずっと黙ってたんですけど、意識しながらタヒチで撮影してました本当にこれ本当なんですけど、ずっと本当に彼女だと思って結構やってたので、彼女感があるかな。オフの雰囲気、オフはありますよ絶対になかったら写真集じゃないですもん本当にプリンセス衣装はありますか。これはどうでしょうか、あるといいですね
もぐもぐタイムとかね、確かにもぐもぐあやちりオフショットで上がってましたね。皆さん見ましたか？あれ本当に美味しかった。すっぴんが見たい。おお、まさか人魚、まさかまさかまさかしー満面の笑みのあやちりを見たいです。まあ満面の笑みだと思います。ハリーポッターですか？どういうことですか？ハリーポッターですか？どういうことですか？チリちゃんと見つめ合ってるあやちり、すごい。人魚あやが映ってるの何でも。ほくろカットはありますか？ほくろカットですか？ほくろカット、自分でほくろカットにしてください。みんな相撲あやちゃり、あやちゃり、あやちゃりって書いちゃってますね。あや、あ、でもあやちゃり、あやちゃりが、あやちゃりあるかもしれないですね。あやちゃり、あやちゃり、あやちゃりサングラス、おお、小指カット、私の短すぎる小指、今小指カットお見せしてますよ。なんかやっぱこうやって見るとすごい気持ち悪いですね。デカリボン大作戦。あ、でもリボン私大好きなんですよ、本当に。私結構リボンがめっちゃ好きなんですよね。2年ぐらい前に気づいたんですけど。リボンはでもやりたいなって気持ちで写真集に挑みました。リボンあやちり、リボン大作戦はまあ開催できたかなって感じです。そうなんですよ。あ、君に話しておきたいことが流れています。今回 BGM 私選ばせていただきました。ビーチで走り、ミリアナ帽子、リボチリ、大好きな曲。いい曲だ。制服、あ、これですか？制服に見えました？あの制服、あ、そういうこと？写真集で制服があるかってことですか？あー、まあちょっとそれはお楽しみということで。こんばんは。あやちゃりの日常が見たい。あ、でもチェリとのあやちゃりの日常っていうのはあやとチェリっていうお話ですか？どっちだろう。あやちゃり、なんか結構これ難しいところで、なんかチェリだけだとなんか別にいるんですよね、チェリっていうものが。だからあやちゃりって言われるとあやとチェリなのか分かんなくなっちゃうっていう。で、お母さんがなんですけど、私とチェリを呼ぶときに、なんか私がなんかチェリのお世話をしなきゃいけないときとかに、あやチェリって言うんですよ、お母さんが。だから結構他の人から聞くと、なんかあやチェリって言ってるみたいに聞こえるみたいで、なんか不思議な体験ですよね。あやチェリ、あやチェリ、二重人格ということですか？なんかこれ結構難しいところなんですよね。あやチェリ、私はチェリでもあるし、でも飼っている犬もチェリでもあるっていう、すごく難しい問題なんですよね。ふわっとさせときましょうか。はい。チェリちゃんカメラ目線できたのかな？チェリちゃんはカメラ目線できました。私の携帯のカメラは絶対見てくれないんですけど、見てくれましたよ。あや姉さんやで。撮影での一番の思い出は何だろう。一番の思い出は、いっぱいあるんだよな。一番の思い出は、
今記憶を呼び起こしてます。どうも一番はですねあ、でも朝めっちゃ早起きなんだんですけど、朝こう朝一でビーチに行った日がありまして、2日目の朝一番で、そのすごい砂浜が白くて海が本当に綺麗なビーチに行ったのは、なんかやっぱタヒチならではの景色ですごく思い出に残ってますね。なんかそのめっちゃ朝早くに、タヒチの人々は朝が早いのか犬の散歩とかしてるんですよ。でしかも犬をあの放し飼いで散歩させてて、なんかすごいなんかなんだろう、時間の流れがゆっくりなのを感じたというか、住みたいなって思いました。タヒチすごい重いです。なんかゴルフ場の近くを歩いて、あ、タヒチにもゴルフ場あるんだと思って結構びっくりしたのが思い出です。タヒチのありがとうがマルルマルルマルルって言うんですよ。なんかありがとうみたいな、めっちゃマルルって言った思い出があります。だから結構どこへ行ってもマルルって言いました。可愛いですよね、マルルマルマルル。はい、タヒチの夜空どんな感じですか？めちゃくちゃ綺麗でした。もう明かりが多分そもそも少ないので、夜になったら真っ暗なんですよ。で1日目に泊まったのが、あの水上コテージがあるホテルに泊まったんですけど、水上コテージじゃない方に泊まったんですけどなんでかっていうと、ちょっと怖かったので水上コテージじゃない方に泊まったんですけどなんかあの普通のコテージがいっぱいあるところで、もう真っ暗すぎて、で同じようなコテージがいっぱいあって、自分の部屋がどれか分からなくなったのが結構思い出ですなんかこう景色が全部一緒だったので、夜になったらもう結構迷っちゃって、あと鍵がなくしたのも思い出ですね、一瞬鍵なくして大変でしたね私結構鍵とかなくしちゃいがちで、本当に大迷惑をおかけしちゃったっていう思い出もありました思い出しちゃった現地の人と絡んだりしましたか？はい、あの現地の方とは一緒にゲームをしたりとか、なんかすごいボールが勢いよく飛んできたのであの足で止めたりとか、あとはカヌーブレックファーストでカヌーに乗って、あの現地の方が朝ごはん、あのすごい大量の朝ごはんを海から届けてくれるんですよ、カヌーに乗って。そのお姉さんと一緒にお写真を撮らせていただいたりとかしました懐かしい。え、あ、そうだ、なんかお会計したんですよ、カヌーブレックファーストのなんかこうサイン書いてみたいな、サインをなんかちょろちょろっと書いた思い出がありますめっちゃ懐かしい。私結構あの海外のお会計とか初めてだったので、すごい難しかったですね。いい思い出です、はい、懐かしいな。タヒチの思い出いっぱいあるんですよね時差ボケは大丈夫でしたか？時差ボケはな、多分大丈夫だったんだと思いますありがとうございます。見分けとかした？アヤチリとタヒチは相性良さそう、嬉しい。なんかもう本当に早く皆さんに見てもらいたい写真がいっぱいありすぎて、早く見せたいなっていう気持ちが本当にあります時差はね、なんかマイナス5時間でしたっけ、タヒチが。違います全然違ったマイナス19時間、マイナス19時間だそうで、タヒチのはい、まあ、結構あった。だからあの出発した日の昼に着くみたいな、夜に出発してその日のお昼に着くっていう時差でしたね全然違いましたね
すごい時差がある国に行ったのも初めてだったので、なんか全部が新鮮だったので時差ボケとかもしなかったですね。はい。真夏ぐらいの場所なのかな。真夏でしたね。でも日本の真夏と違ってちょっとカラッとしてる、すごい過ごしやすい夏でした。はい。写真集についてメンバーの反応ありましたか？はい、ありましたね。さっき言った森本マリーちゃんだったりとか、あと三國ちゃんとかもなんか楽しみって言ってくれたりとか、すごいみんなが見てくれてるんですよね。先行カットだったりとかを。嬉しいです。まだ公開されない写真とかも見てくれたんですけど、すごい褒めてくれたので、メンバーが楽しみにしててほしいなって思います。ひよたんはどうでした？ひよたんにも見せました。これどうっていい感じってやってくれてましたね。ひよたん、ひよたんとまたタヒチ行かないと。ひよたんとタヒチね、確かに行きたいかも。あ、今流れてるのが錆びつかない剣を持ってですね、もうすぐ発売の君はハニーデューの入っている楽曲です。はい、もう終わりのお時間だそうで、びっくり。皆さんこちら手に入れましたか？これね、大事なんですよ。このポスターほんと今日限定で、今日を逃したらもう手に入りませんっていう、本当に貴重なポスターなんです。私このポスター大好きで、これが今日の23時まで、予約することができるので、ぜひ手に入れてほしいです。はい、時間経つの早いですね。もう終わりなんですよ。じゃあちょっとスクショタイムします。あやちぇりとタヒチ旅行。私だけでなく、本当に関わってくださる全ての皆さんのおかげなので、なんかこんなお花までいただいちゃって本当にありがたいです。これから発売までたくさんたくさん頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。写真集ぜひ楽しみにしててください。めっちゃ嬉しい。めっちゃ可愛い、これチェリちゃん。かわいい。しかも私のペンライトカラーになっていて嬉しい。しかもこの私、緑と白は昔のペンライトカラーなんですよね。めっちゃ嬉しいです。うわー嬉しいなー。あー、終わっちゃうの寂しいな。じゃあ皆さん、ちょっと最後にこれ、あやちぇりとタヒチ旅行ぜひ永遠にツイートしてください。そしてこちらのポスターも絶対手に入れてほしいなっていうお気持ちです、私は。はい、結構これ可愛くないですか？自分で言うのもあれなんですけど、いい感じに撮れたかなっていう思ってるんですけど、ぜひ手に入れてほしいな。結構お日様の部屋とかにこうやって飾ってあるのが、なんかすごくそういう未来を想像するのが今とても楽しみです。はい、そして公式のアカウントもですね、最後におさらいしておきましょう。もう覚えてほしいですってこと、ユーザー名を。まず公式 X が
あやちぇりブック、そしてインスタグラムがあやちぇりファーストです。はい、皆さん絶対にこれもフォローしてください。すぐチェックね、何か上がったらすぐチェックできるようにしておいてください。はい、そしたらもうおしまいということで、ありがとうございました。私の念願の念願の念願の夢の写真集が6月18日に発売されます。本当に一緒にお日様の皆さん夢を叶えてくださって本当に本当にありがとうございます。発売までぜひ楽しみに見守っていただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。いや終わっちゃう、どうしよう今日の感想はハッシュタグあやちぇりとばしち旅行でぜひつぶやいてくださいね。すごく皆さんのハッシュタグとかそういうのが力になりますので、ぜひたくさんつぶやいていただけると本当に喜びます。はい、じゃあ終わりなので終わりますね。またショールームでお会いできる日を楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。素敵な夜を。バイバーイ。